どうもロッシングルです。ボーダーランド2ブチバリアンド野良プレイヤーとボルトハンティングやっていきましょう。ローランドに会う。なんとか助けきったね。小便してる時にイチャイチャしてんじゃねえよ。おい、なあジャックを止めなきゃ。おいって、俺たちは皆殺しにされ、とにかくファイヤー系の武器を持っていって。ファイヤーの武器？詳細は現地についての説明する。了解だ。ツンドラエクスプレスへ向かう。ローランドのスパイを起こす。ボルトの鍵を回収。オッケー。ノラプレイヤーさん入ってくんねえかな。合図を送るにもまずはあの飲んだくれを飲んだくれを起こす必要がある。バーキッドを同時に何匹か火炙りにしてやれば悲鳴で目を覚ますだろう。バーキッドを火炙り。バキッドっていう化け物を燃やせばいいんだな。これマリワンだね。あ、でも今装備してるのもマリワンだわ。あとね、グレネードがマリワンがまだちょっと見つかってないので、残念ながらちょっとブラドフのやつを装備せざるを得ないです。残りはマリワンで縛っております。頑張ろう。きついけど闘具じゃないだけマシかなって思ってます。ちなみにバーキット、どこだ、こっちか。こっちのバーキットを燃やせばいいんだな。おいでおいで、ほらほら来いよ、来てみろ。うー、音が気持ち悪い、音が気持ち悪い。燃やしてやる、燃やし尽くしてやる。あっつ、僕がですか。あっつあっつあっつ、どこどこどこ。オッケー、燃やしてある。あっつ。ちなみにゲージは弾がマガジンが空になるほど、なんかねスキルのスタックが溜まってどうなるんだっけ、なんかとりあえず強くなるっぽいっすよね。ちょっとなんか無駄話聞いてる間もねえけど、あなたは誰なんだい。このルックスまさか。聞いたモーデカイ。うるせえし腹立つし酔っ払い死んでるし。かっこいい、次元みたいだよね、ルパンの。どこ、あ、いた。昨日ブラッドウィングと二人でハイペリオンのコンボイ部隊を襲った。やっとモーデカイと出会えます。こいつも、こいつってモーデカイもワンの主人公ですね。さてハイペリオン車の列車がツンドラエクスプレスの線路を走ってるんだが、ボルトの鍵を入手する。どうすればいいんだ。本当に本当なの。よいしょ、うわー落ちる。モーデカイに会いに行けばいいのか。うん、ちょっと装備をスパークじゃない、ショック武器に変えておきます。タイニーティナと落ち合う。ハイペリオンの列車をジャックする。この途中途中にあるのがこれタイニーティナが仕掛けた爆弾ですね。恐ろしいな、こんな巨大な機雷を置くんじゃないよ。明らかに対人用じゃないもんね。ガスタンク、おい、ありがとうございます。なんだなんだてめえ、やんのかこれ。くわ、痛い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 、しびれとけこのバカ。ほらほい、やったかな、全員倒したね。よし、タイニーティナこの中にいんのか。あれタイニーティナ、タイニーティナだ、久しぶり。サボテン囲んでストーカーとパンディットがダンス、これは愉快とストーカーボン。はあ世界最強の13歳。懐かしいメンツにいっぱい会えて嬉しいね。ちょっとローランドから聞いてるよ。聞いた、借りもあるし手伝ってあげちゃう。
ありがてえ。そうなんだ、ありがたいよ。頼むわ。お、なんか不思議なとこ住んでるね。これが絶頂マーシーで、こっちがシリガルフェリシア。このセクシーな彼女たちが列車を止めてくれるってわけ。ダイナマイトを雑に結びつけてるウサギのぬいぐるみにしか見えないけど、ファイヤーメロンとか。あ、ローランド仲いいんだね。少々変わってるな。もう寝た。どうした？とにかく彼女の言うことを聞いてやって。セクシーな彼女を探す。列車の乗っ取りを手伝ってくれ。寝てたと思ったら起きた。ショートスリーパーのヤバいやつだ。とりあえずいらないもの売りますね。はい。あーと今度はまたどこだ？だいぶ遠いね。やれやれ、人使いが荒いことで。略奪品を見つけるはどうでもいいや。これだよね。列車襲撃。あぶね、電車来た。うわ、びっくりした。バーかすっただけで死んだ。どこだどこだ。ほい。うわ、めっちゃ来てる。やべ、あ、これだ。オッケー、いただくいただく。ほい、1個ゲット。目的のもの、やるしかねえか。めんどいな、やりたかねえんだかな。ほい、スパークがすごいね。クリティカルのやつ、これ超いいわ。巻き込めるってこと。じゃあやるよ。ほいほいほい、ほら、いて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 。どこ、こっちか、あれね。いてあ、やり合ってる。おい、やってるね。ほい、さらばだ。うーわ、あ、やってる。今のうちに逃げよっか。それとも倒しとくか。経験値だからね。バザードがめんどくさい。やっとくか。よいしょー。うわ、勝って勝って、なかなか硬いね。よし、勝利。落ちろって、もうめんどくせえな。ふわっつ、うらっ、こらこらこら。うわー、もう勝って、ちくしょ、あと頼むわデストラップ強い。いいよ、いい仕事してくれてる。クソ、弾が少ねえったらありゃしねえ。やれやれ、いるんかい。ほら、燃やせ燃やせ。よいしょ。さて、あったあったあった、あっちゃあちゃあちゃあちゃ、悲鳴がえぐい。うわ、びっくりした。なんで誰、君、うらくら、いって、誰これモーデカイに撃たれたなぜかモーデカイに撃たれた。いって、帰ればいいのか。了解、お待たせ。わあ、ちょっと待っててね、すぐだから。頼むわ、このロケランを。痛い追い出された。なんかやってんな。うわ、あ、大丈夫？実験失敗してる？でかいお尻にちっちゃい爆弾、みんな吹っ飛びしみたい。物騒なこと言ってるね。ねえねえねえ。素敵よ、二人とも。さあ、お仕事しよう。
面白いデザインだよねこれ。グロい。モテてモテてモテて。もう目が瞳孔が開いちゃってる。触らぬ神にたたりなしだ。ハイペリオンの列車をハイジャック。どこでハイジャックすりゃいいんだい？あ、見えた見えた。これか。壁に飾ってやるぜ。てめえの死体よな。ドン。ほい。この上ね。よいしょ。ほい。雑なんだよね。ロケットにダイナマイトっていう発想の頭の悪さ。セッティング完了。あの上のレールか。え、ちょっとなーん、以下略ずっとむうわあ、まあうまくいったようだな。うまく。鍵はあの氷棚の上だ。列車を使えばよしとも。結果オーライってやつ。ラッパーだ。散々だね。じゃあ行きますか。エンドオブザライン。わわわわわ。一番守りが固い車両の中にあるはずだ。ほんまか？なかなかですな。さあまあ時間よろしいようなので、なかなか寄り道して時間を食ってしまったのでこんな長々となってしまいましたが、とりあえずね今回はここで終わっておきましょう。この列車襲撃プロジェクト後編に入るかと思います。次回をお楽しみに。面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。アリベデルチ。